前回のカズクラ、なんだかカズさんが作った自動畑がなんかいまいち。そんなわけで作り直した。それで出来上がったのがこれ。実はまた裏からで頑張ってます。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。いやー、前回ね、なんだかんだね、うまく動きましたよね。ほんで、まあ、またね、裏クラ少しやったんですけども、ちょっとね、最近魚が少なくなってきてさ、たまにはね、この無駄な装置を使ってみようかな。ここにね、お魚さんを入れることで、これうまいこと動くよな。大丈夫？あ、いっていっていって、ちゃんと焼き上がったらね、ほら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 、これお魚をね、運ぶマシン、毎回。これ忙しいんですよ。で、またすぐ行くから。だから重くなるんだな。まあいいんです、いいんです。まあそんでね、早速ね、裏倉自慢の方行きましょう。さあ行きますよ、デデーン。見てよこれ。ほら、村人新しく連れてきて、ほんでね、ほら、こんな感じでちょっとね、拡張いたしましたよ。うわぁ、頑張ったなぁ。ちょっとね、ここね、管理がね、やりにくいから、どうしようかな、これ。一部ね、このアカシアのやつをね、ちょっとフェンスゲートに変えたいなぁと思ってんだけど、これ、こうやってやっても問題ないのかな？ほい。あぁ、やべやべやべ。この間、ここに入れたい。よーしよしよしよし。まあ、いっか。てい。よーし、少し良くなったかなぁ。もうちょっと管理しやすく行きたいよなぁ。またちょっと考えとこう。これ、奥の方行くやり方とかもね。でもこれ、うまいこと、やっぱ、育成はできてるね。あんな、ちょっと、しばらくここ、もうほったらかしになるから、ちゃんと綺麗にするよ。カズクラはね、もうやり残し。うん。もう綺麗に片付けると決めてるんで。やばい、いろんなとこが壊れてるわ、これ。いや、もうこれ、ほんと難しいんだから、もう。早いとこね、あっこもっと綺麗にくり抜いて、この採掘速度ね、ちょっと抑えないといけないね。あっ、なにこれ。おぉ、なんかいっぱい羊入ってんだけど、こん中。なんだろう。いや、ほんとね、よくわからないのがいっぱいだわ。大丈夫かな、この村ね。まあ、とりあえず再開いたしましょう、再開。よーし、綺麗になった。あとは、頑張って片付けるだけだな。こういった貴重なやつとか、今のうちにね、俺なんかやっちゃうかもしんねえから、今のうちにちょっと綺麗にしておこう。やばい。水バケツがいっぱい手に入るやつか、これ。水バケツね、どうしよう、これ。あとは下に落ちてるやつもね、しっかり回収して、あー、できた！頑張ったなぁ。あ、そんでね、そう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 。なんかね、今度のアップデートで、前も言ったかな。無限と、修繕が一緒につけられなくなるとかならないとかってあるからね。なんか早めにね、やるならやっといた方がいいらしいよ。今ちょっとね、これはパンチと、無限、あ、つけれるね。ほんで修繕。よし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 。これで、すごい重要なのできたね、これで。いや、こういうのしっかり片付けておこう。弓をポイッと。さーて、そんで本日もなんか来てたかな、アンケね。あー、そうだ、これ。いや、もうね、もう次回か、パート700。結論がですね、圧倒的ジャングルでした。だからね、ジャングルには、もうエリトルでね、ピュッと飛んでいこうと。楽すんなって。いやいや、もう楽しないとダメですよ。ピュッと飛ぶやつ。うん。歩いてたらね、もう何日かかるかわかんない。前のね、ド M 飛行ですね、ド M 飛行。まあ、ド M 飛行で行こうと思ってるんですけども、コメントの中にね、チーノヤでやったらいいんじゃないのっていうことで、本日はですね、チーノヤで、ほんで、さらにね、飛ぶのをうまーく行きたいなと思います。それでは本日も行ってみましょう。作り方がね、どうやるんだったっけな。まずはね、ドラゴンブレスがいくつか必要になるとは思うんだけど、ほんで、治癒のポーションでしょ。絶対こういうことだよね。よーし、な、早速ね、ポーション所の方に行きましょうか、ポーション所。まだ治癒のポーションをちょっとセットして、こうだっけ？あれ？違うな。ちょっと待って。調べる。あ、わかったかも。ちょっと待って、これ、あらかじめ、火薬かな？なんでスプラッシュポーションになって、ここかな。あ、来た。よーし、残留ポーションもできたぞー。あ、べ、夜だ、夜。いや、でも、やばくはないか。いや、異常はないか。この勝村に異常はないかと聞いてるんだ。この上とか若干危なそうだな。いや、これガチめに危ないな。ちょっと待って。これは立っておこう。危ないよ。ただ、平和を守られているようだ。さすがパート700目前のカズクラだ。でも怖いから一応、寝ておきましょう。うわー、よく寝たー。ちょっと作ってみようかな。治癒のやつ作るの久々だな。これ真ん中に置いてあると思うんだけど、どうだろう。あ、やっぱりそうだ。
いや、これ結構、チューのやつ来るの結構大変だな、これ。まだあったっけ？できるだけ数用意したいんだけど、チューのスプラッシュポーションも置いてあるわ。よしよし、これでできるだけちょっと作ってみよう。はい。よーし、あとは弓矢をいっぱい調達するぞ。よいしょ、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 よいしょ。1スタックちょいできた。やったよ。よーし、な、早速行きましょうか。ちょ、回復いけるかな、ちゃんとね。一旦ね、貴重なドラゴンブレスター片付けて、そんでこれだな。ド M の弓だ、ド M の弓。さあ行くぞ。あ、ただなんか名前変えてほしいっていうのもあったんだけど、指示通りにやるか。帰れるかな、残り1で。あ、無理だ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 。また今度変えとくな。よーし、ルナ、ちょっと飛行タイムの方行きますか。いや、ちょっと飛ぶ前に、まずコメントもうちょっと読んでおこうかな。あー、これやってるね。マウギンが挑戦してるパンチングの弓で飛び立つのやってみてくださいと。仕方ね、見せてやるか。とりあえず、おー、ちゃんと回復いってますね。バッチリですね。あ、でもこれスピード乗ってないとダメなんだよね、ちょっとが。そうだよね。な、こっから飛び立っていってみよう。あー、決めたいんだよな、これ。こういうとこで決めれたら最高じゃない？おお、おい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 、あ、来た。あー、惜しい。もったいないから今の回収しとこう。いや、いけたじゃん。いや、次もね、また成功できたらこれよろしく。うん、これマジよろしく。母さんのためにメイン登録してやるか。そうそうそう、あの、そういうの待ってるから、一発で成功したらよろしく。よーしよし、ちょっと頑張るぞ。なんかガゼンやる気出てきた。なんか刺さってんな。てかこれみんな回復するのかな。いや、でも村人に刺すの怖いよな。昔これでなんかね、やっちまったみたいな感じのあったからな。まあまあ普通に行ってみよう。よーし、一発で成功したらメイン登録だぞ。みんな忘れるなよ。よーし、行くぜ。ちょ、待って待って待って、今はまだ飛んでないからな。今飛んでないからな、まだ。よっしゃ、来た。いや、成功だろ、これ。いや、これ難しいね、結構ね。いや、ちょっとね、いろいろやり方とかね。うん。まあ、インスパイアね、されてきているんですけども、マンゲーのとこ見ると、なんかちょっとやっぱ、速度とかいろんなとこが関係するとか言ってたよな。いや、今日はね、極めるよ、これ。このド M 飛行を極める。いやー、でも今回のとりあえずね、みんな登録してくれてありがとう。いや、登録するだろ？成功したろ？いや、もう一回ちょっと頑張ってみよう、今の。飛び出し、ジャンプして、こんで、あ、難しいな、やっぱり。これで上空まで飛んでいきたいんだけどな。いや、ちょっと今日、それ目指して頑張るから、俺。今日はそういう動画。そういう動画です、今日は。いや、こういった鍛錬をね。おっしゃ、しゃしゃしゃ。うわー、いけそういけそう。参ります。あー。いや、なんかちょっとコツをね、掴みつつあるぞ、これ。ジャンプピューの、あー、この一発目だな。おー、難しい。やっぱ、若干下向きに打つのがポイントだな、これ。ぽい。あー、よくれたー。さて、本日はね、もうド M マスターとなるから、私はね、絶対に成功するんだ。行くぞ。我が名はド M マスター。レッツゴー。よっしゃ、来た。うわー。なんでもう一本はいけねえんだろ、これ。ド M の使い手になりてー。行くぞ。よっしゃ、来た。よっしゃ、来た。ああ、やっぱスピードが足りてねえんだ。分かったぞ、ちょっと。っていうかね、これ、雪上で、平面で、この雪の上だったら平面でいけるかもしんないな、これ。たまに飛べる時があるから、これ。いけねえよ。いけねえよ。あ、いけそうだったよ。いや、ダメだろ、これ。今回何やってんだ？ちょっと普通に、空飛んでいこう。よし、普通に行くよ。ド M 飛行のスタートだ。よしよし、いい感じ、いい感じ。これ角度だよね。まあ、なんとなくね。そう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 。お、いい、いい、めっちゃヒットしてるわ、俺に。あ、いいよ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 、数くらいいよ。あ、前より上手くなってるな。やっぱ、ある程度の速度なんだよね。だから、この加速状態に入ってしまえば、若干上上がり気味の角度でも、よいしょ、よいしょ。少しこう、当たるたびによいしょーって。最初の当たりがね、すごい速いからさ。よいしょー。ってな感じでやるといいのか。よいしょー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 。あ、気持ちいい。よいしょー。うわ、完全にマッサージしてる、これ。よいしょー。よいしょー。よいしょー。あ、下手か。よいしょー。よいしょー。よーしよしよし、帰ってきた。いい顔してる、いい顔。いい顔してるねー。いい顔してるよー。おー、すごいすごいすごい。ド M っぽさがすごい。
よいしょよいしょ。いやでも本当にだいぶ上手くなったド M。 今の俺だったらあの上まで行けるかもしれないな。よいしょ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 。やっぱ少しずつ上に上がることは可能だね。よいしょ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 。よっしゃよっしゃ。うわ、見たか、これがド M マスターだ。自力でこの回復しながら上に上がることに成功した。よーし、次回はねこのド M マスターの技を使ってド M なねジャングルの方にね向かっ、いや普通のジャングルだジャングルの方に向かってみたいなと思います。それでは本日はこんなところで、またお会いしましょう。バイバイ、バイバイキン。